なぜなの？まあ陽子に思い出してもらうしかないな。陽子に？殺人現場に誰がいて何が起こったか、それさえ分かれば捜査簡単だ。でもどうやって思い出させるんだ？横浜の街を連れ歩いて、彼女が興味を示すものを探すんだよ。それを手がかりに記憶の断片を拾い集める。お前頼むわ。あ、俺はダメ、忙しいから。他に仕事あるの？横浜コネクションの運び屋か？やめとけ、課長の血圧が上がるぞ。そっちも叩かない限り根本的な解決にはならないんだよ。ぽっくり行かれてみろ。寝覚めが悪いだろうが。全然悪くねえよ。なんだお前たち、ぽっくりとか寝覚めとか。いや、ぽっくりさんを履いたあの寝たきり老人がですね、健康のことを。何を言ってるんだ。わしの捜査方針を聞いていたのか。いや、失礼しました。捜査方針は何でしょうか。俺は聞いてないだろう。これはどう考えても奥深い麻薬絡みの山だよ。したがってもし横浜コネクションのような大掛かりな組織が浮かんできた場合には、最後の詰めは県警に任せると、こういうふうに言って。うわー、健康的。お前が何も心配することないんで、てめえの健康はてめえでちゃんと考えてんだよ、あのタヌキ。わしの健康を考えてくれるならクレームでも出すぎるな。分かったな。